リケニンは地類の特定の種から得られるグルカンの複合体である。リケナンとも呼ばれる。リケニンは地類の一種であるエーラン体から単離できる。その方法はエーラン体に対して低い温度において薄い炭酸水素ナトリウムを作用させてその後茹でるというものである。これによってリケニンを抽出することができる。この過程でリケニンは溶解し、 冷やすことで無色のゼリー状の物質として分離されるのである。なお、リケニンは1957年頃から研究されている。リケニンの化学構造は β-1-3 及び β-1-4 結合でつながれたグルコース単位の繰り返しという構造をしている。なお、リケニンと同じくグルコースが結合してできているデンプンは 要素と反応することによって紫色を呈するのに対し、リケニンの場合は要素を加えても色がつかない。このリケニンは、ブラヤアラやフレモンテを食べると中やオーアメリカモモンガにとって重要な炭水化物源になっている。ジョン・ウィンダムは1960年の小説、チーソードの中で余命を300年以上も伸ばす、チー類からの抽出物にライケニーンという名前を与えた。 ありがとうございます。